続いて藤原さんお願いします。すみません、全領域異常解決室というあの映画、これやっぱりファン多いんだよ。あのヒルコは誰なんですか。残り3話あのなってきましたんで、そちらの方だけご覧ください。残り3話なんだ。残り3話で神やってます。あの今回この初の福田組でもですね、こうあの打天使真逆のこのルシファーという役をやらせていただいて、ね、そうですね。神づいてます今日。神でいうと2回目だもんね。そう2回。新世界の神と。そうですね。今回普通の神なんでしょ。そうですね。はい。初参加でお世話になりました。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、改めて伺いますが、今回のそのいわゆる初めての福田組、はい、印象を振り返ってみて覚えてることは。どうでしょう。とんでもないものを持たされて、ありえないものを持たされて撮影したんですけど。ありえないものを持たされた。ありえないものをちょっとしれっとこれなんか誰も何も言わなくて、とんでもない現場だなと思って。はい、しれっとじゃあこれでみたいな。でこれで用意スタート。はいオッケーお疲れみたいな。すっげえものを持たされたんですよ。絶対ここじゃ言えない。すごいものを持たされた。すごいものを持たされたんですよ。僕のこう積み上げてきたものを一瞬にして崩されたんです。そんなものでも、これでほぼまあ終わりだろうなと思いながらやらせてもらったんですけど仕事納めです。この先に何か自分のキャラに影響は出そうですか。もうないでしょうね仕事は。気になりすぎますね。そうですね。